いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルメルセデス・ベンツ C250 ステーションワゴンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、左リアフロントのアルミホイルに若干のガリ傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約9000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はポーラホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせです。こちらの C250 のグレードになりますと AMG スタイリングパッケージが標準で装備されますので、よりスポーティーなデザインをお楽しみいただけます。なおかつステーションワゴンのモデルでございますので、後部座席も広く作られ、トランクスペースも十分に確保されております。ヘッドライトは LED ヘッドライトが標準で装備されますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては2リッター直4ターボエンジン、馬力は211馬力を誇りますので、ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただけます。アルミホイルは C250 専用19インチのアルミホイルが装備されており、タイヤの山に関しては前後ともに6分山ほど残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただけます。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクですね、開けていただきまして、ステーションワゴンですのでオートトランクが装備されております。開閉は電動で行っていただけます。スペース十分に確保されておりますし、後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。全体的に目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックレザーが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングはスポーツステアリングが装備されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。走行モードに関しましては4段階でお選びいただけますので、スポーティーな走りもお楽しみいただける1台です。またレーダーセーフティーパッケージも装備されておりますので、安全機能も充実しております。フロント両席に関しましてはメモリー機能付きのフルパワー電動シートが採用され、シートヒーターまで完備されております。では続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、ブルメスターのスピーカーも標準で装備されておりますので、快適にドライブを楽しみいただける1台です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2015年モデルメルセデス・ベンツ C250 ステーションワゴンをご紹介させていただきました。走行距離約9000キロと非常に低走行ですし、内外装も良好なコンディションを保っております。新車保証も平成30年の6月まで残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。 C クラスの上位グレードということもあり、数多くの快適装備が標準で搭載されております。なおかつステーションワゴンですので、お荷物の収納能力にも長けており、さまざまなシーンで活躍してくれる1台です。走行距離も少なく、非常に程度がいい1台ですので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。